皆さん、こんばんは。今日はちょっと新生姜を変えていきたいと思います。ちょっと入れてますね。よいしょ。新生姜変えていきます。よいしょ。さあ、まずはオイルからやっていきましょう。今日はもうちょっと嗅がないでおこうかななんて思ってたら、やっぱり嗅きたくなっちゃったりするんで、嗅いてる時はね、こう今もそうですけど、お香を焚いてちょっとこう気持ちを落ち着かせて絵を描いてるんですけど、ちょっとでもね、自分の気持ちとこう向き合えれたのかなと思いながら絵を描いてます。印象が、ちょっと赤を、ね、使っていきたいと思います。最近ね、赤にちょっとこう見入られている自分がいて、赤と青は私の中で、まあ、あとプルシアンブルーとか永遠のこう私の色で、確かに絵を描き始めてね、すごく好きになった色です。使うのはね、スポンジ、いつもの。用意をしている時間に私はなぜか絵を描いているという、YouTube を見てくれる方だけですけど、来年、京都で個展がやれるかもしれません。2人展、菊楽芽衣子さんっていう、私の好きなあの詩人さん、またはそのアーティストさんですね、その方と一緒に、2人展やりたいと思います。赤をね、基調とした、まあ、赤にまつわるいろんなこう色彩の組み合わせ、赤を基調とした他の色も混ぜての赤というものを題材にした、テーマで私が絵を描いていく。で、芽衣子さんが、作品を、描いていくっていう一緒の2人展、今日ちょっと提案しまして、赤を基調とした作品をやりたいですねって振ると、面白いですねって言ってくれたので、ひょっとしたら、赤を基調としたテーマの、私の絵と菊楽芽衣子さんの言葉、その言葉の2つがこう響き合う瞬間が、京都で、私の好きな、行ってみたかった京都で、味わえるかもしれません。
赤はね、なぜか最近私にものすごく入ってくるんですね。赤という色がすごく響いてきます。その中でね、こう赤に対するこの情熱もありますけど、力もそう、まあ怒りもどっかであるかもしれないし、赤に対する私の中のこう表現、それをこうね、いろいろそんな気持ちでこう表していきたいと思います。はい、赤入れました。そうですね、たまには変わった色で赤に対してインジゴ入れていきます。インジゴ、ジーンズとかに使うね、インディゴのことですね。インジゴって言います。インジゴ、それに、アリザリンクリムソン、よいしょ、インジゴにアリザリンクリムソンをちょっと混ぜて、そしてホワイトを入れていきます。もうあともちょっとですね、あったらもうあっという間ですね。古典北九州、私の、個展が10月、7日はライブペインティングで、8日が昼から、まあ、12時以降から、まあ、個展が始まるような形で、私はもう1時ぐらいまでには、高知の方に帰りますけど、6、7、8と、欄外店の方にちょっと出歩いています。ちょっと欄外店も見たいのでね、はい、行きます。ちょっとね、赤、レッドディープヒューですね。赤は赤でもさっきのは、カドミウムレッドヒューですね。ディープとレッドヒューが違います。微妙に赤の色が、白に近づいてますね。ホリゾンプル、ホリゾンプルの色はね、癖もありますよ。僕の
意外な組み合わせの色をね出していきます。ジョンブリアン肌色に近い色ですかね。オリーブグリーン、この辺感性ですね。色の感性をこう自分の中でこうこの色とこの色ならどうだろうかっていうのを頭で大体考えてやってますけど、大体明るい色、暗い色混ぜますね。珍しい色使いましょうか。よいしょ。ピンクですね。赤とピンクの。
私がだいたい白を入れる時っていうのは、その油絵の具ってどうしても混ざり合うと、混ざり合うと、アクリルよりもっとこうどぎつい暗さになっていくので、あの粘ついた暗い色みたいな。で白を入れることによってちょっとハイトーンにしちゃうっていう。ハイトーンにして景色を変える。こんな感じかな。なんか気に入った感じの色になりました、ね、なんか好きな感じの色になりました。こんな感じでいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。